試合と勝負なんですけどね。そしたらですね、18金の方が11万8000円。で、クラスターの方が、なんか。すみません、私がついていけないってごめんなさい。いやいやいや、取り合われちゃって、私も通せないから。次のお客さん困る。いやいや、ね、天井めっちゃ低いお客さんも困るんですよ。あ、すごい。あの、昨日すればよかったっていうことは偉いじゃん。でも、その日来たことはその人の意思なのに、みたいなね。そうですよね。もう、あともうちょっと待っとった方がいいか、えらいよく書いてる。だけど、によったら、私もね、ほら、なんか、大きなつづらと小さなつづらと、金の方銀の方みたいな。そう、もう、なんか、申し訳ないけど、客観的に見とってもらえるんだけど、そこまでよく書いてもらう。こんなに興味あれば、あと喜びしながら、これ絶対作ってるなと思います。渋谷栄一いわく、それでも、新書を潰すような書き事はダメですけどね、でも何もしないよりも、書き事してる人の方がよっぽど経済的には貢献してるっていう発想もありますから。ああ、ね、ね、本当に。やだあ、で、プラスナは2万5000円。うおすごいじゃない。合計14万3000円。こんなに一周年嬉しいですよね。そうそうないことですよね。で、これあるでしょ、もう絶対ご主人は内緒なんでしょ。もちろんです。まあそうですね。何がなくなったってわからんもんね。逆に、どのバッグ拭いててもわからないでよかった。わからない。お買い物のお客さん、ちょっとバカことしから出てきた。はい、ということで、14万3000円で書いてみてください。でも、これに一人と違って140何万とかだったら無言になるでしょ。まあ、もうおかしいよね。本当よ。でもね、逆にそれだけ聞いたんだったら、ちょっとどこから持ってこられましたかって聞かないかほぼあるんですよね、今度ね。あ、逆にね。うん、逆にね。あ、ここへだ、なるほどですね。でも、ちょっと若い方が持ってこられたら、じゃあちょっとご家族だったら、どう見ていただけますかとかね。そうじゃないと、あんまり今度はその方たちと真尺に合わない金額になると、ちょっと。やっぱり、マグロを生きてきた人間だったら、これぐらいだったら別に、これぐらいだったら別になんてことないです。もう誰でも持ってる金額ですから。そうですね。あります。だからあれですよね、その、なんですかね。忙しいのが当たり前で、なんか、有給はいくら取れるんですかとか、いくらですかとか、そんなこと言ってた時代じゃないですよね。もうみんなほら、だって自分たちの親の世代もガーッて頑張り寄って、もうほら、なんて言うんだろう。もう、仕事の辞め方とかにしても続けたのにしても、そこであんま続かんかったらいかんぞ、みたいなね。今ね、1年半ぐらいで、コロコロ辞めて、こう、ばっかり。もう静かにするんですよ、こっちが。勘弁してる。で、それを言わない親っていうかね。法律がどうかなんかじゃなくて、人としてどうかみたいなね。お互い痛くなるような人、いっぱいいるからでも、こう、それをね、一回一回もこっちがトラウマにならんで、一回リセットして、じゃないと、教えることには仕事にならんわけですね。もう、こっちが月にお弁償もらいたいぐらい。いくらもらえるんですか、何はいくらですか、有給がどうのとかね。ねえ、初めの3000になって習いながらお金をお給料もらえるみたいなもんですもんね。っていうふうに、親がやっぱ教えないかと思うんですよね。だって、直属の上司が嫌に決まってると思いません？働いてもらえない関係、やっぱ嫌なこと言わないかんちゃうけど。親は言わん、学校は言わん。だけどね、今ね、企業を教えないかんって言われるんですよ。だけどね、もうすぐきつわられたら教えるの下手ぐらいもないじゃん、もう。本当に教育と違う。本当だよね。でね、それ、ゆとりって何ってやけ、ゆとりって言って逃げるなよ、お前って感じで使ってる。で、頑張りよったらね、みんな応援するようになるとって。そう。ね。いや、十分人がいないとゆとりやけんとは言いませんよ。だけど、やっぱね、ちゃんと。頑張るのね。自分で自分の人生切り開かんと、不況のせいとか誰かのせいじゃないと、自分のせいないよね。そうですね。で、そういう意味では、私たちって、私たちの世代って、まあね、
24時間、あの、なんかリゲインの宣伝じゃないけど、はいはい、あれがじゃんじゃん流れてる時代ですもんね。だけ逆に、逆にそれの波に乗れてないものが寂しいみたいなね、ことはあったかもしれません。あ、すみません、もう本当、愚痴を言う必要あれば、いえいえいえ。いやでも、カザーの中からうちを選んでいただいてありがとうございます。初めてやる。何をしてんねん、こんな。元気やったら。お待たせいたしました。いやいや、こちらこそありがとうございました。また何かありましたらよろしくお願いいたします。ないわけではないと思ってます。でも私たちも怖いから、やっぱりもうがっきり昨日打ってます。やっぱその時その時で打ってます。だからその必ずシナリオ通りにはいかないからですね。だけど例年普通は12月には上がるんですよ。普通はですね。で大体あやっぱり上がったねって言ってますけど、じゃあ今回も12月は必ず上がるかって言ったらそれは約束はないんですけど、傾向から言ったら大体年末は上がることにはなってますね。ありがとうございます。よろしくお願いします。